はい、ということでいよいよ後半戦ですが、はい、のりさん、前半も濃かったんですか、はい、いかがでしたでしょうか。素晴らしい、もう早く2年生も3年生も来てもしょうがないですよ、ね、たまんないですよこれは。本当にありがたい。そんなね、ふきさんにこんなランキングをなんと今回ご用意させていただきました、はい、その名もいいですか、はい、先輩には見せたくない作品ベスト3。おー、今までと全然違いますね。いいランキング、はい、この名前的にどういったランキングなのかちょっと教えてもらえます、うん、そうですね。公演で対面した、ね、先輩ではあるんですけど、今となっては恥ずかしくて、うん、見せたくない作品をランキングにさせてもらいました。そう、先輩に思いながらの考えた作品。いや俺先輩か見てると思うよ。だよね、確かに。うん、なんなら燃えてるかもしれない。絶対見てるよ。電気ね、電気、あ、この電気って言った子がって、そう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 、先輩だからうんってなってるかもしれない。絶対もうすごい話です、ね、オーバーヘッドキックみたいな。ではね、早速ランキングに参りましょう、はい、ということでまず第3位の発表お願いします。あの日からずっと金箔調教ピーナシンタレル制服。すごい、すごい話ですよ。金箔にピンシリってもう大丈夫かなって結構がっつりなやつでしたね、うん、これはなんかどういったところを思って先輩に見てほしくないって思ったんですか。私なんか金箔されてからちょっとこう目覚めてしまって大好きに大好きになっちゃったんですけど、素敵じゃないですか。素敵じゃないですかもう難しいとこですけど、はい、片足ずりとかをね、結構ハードにされちゃったんですけど、うん、そんなちょっとあられもない姿になりながらも、はい、その縛られてる、うん、ちょっと縛られて苦しいんですけど、うん、まあ、その息苦しさがだんだん気持ちよくなってくるっていう感じ、うん、じゃあもし先輩がその作品を見ちゃったら先輩になんて声をかけます？なんて、カメラに向かって一言、カメラに向かって元気が走っていた私は今まで森さん、俺だけですよ今先輩が見えたの。見えたよね今先輩。続きまして、はい、第2位の発表お願いします、はい、トライファンブラックホールストロークカップ。2位はナメキス誘惑レズビアン、プライベートに誘い込む濃厚ピンコです。おまさかのレズ作品。レズですね、すごい。これはどこら辺が、はい、これはちょっとレズ2回目のレズだったんですけど、初めてこう2番っていうあの、ね、はい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 、女の子がすごい使いやつをつけてそうやったんですけど、うん、なんかその実はちょっと私結構女の子も興味があって、あ、そうなんですね。それでそのことは絶対先輩知らないんで、あ、ずっと一番でこう興奮してる姿はちょっと見せてくれて、可愛い。なるほどね。それは確かに先輩はすげえびっくりするでしょ、うん、そうですよ、なんでつけてるんみたいな。そうだよね。それ逆に先輩が見たら先輩なんて言うと思いますじゃん。逆に想像してみましょうよ。レイちゃんがその一番をつけてる姿を見たときに、その先輩なんて言うと思いますか、じゃあ。なんていうのか、ちょっとゴール決める側になったんだなって。ゴール決める側になったんだな。それがいまだにサッカーをね、やっぱり中心で考えてるから。ちなみにレズモノってやってみてどうでしたか。すごく良かったですね。女性がもう全部唇とか体とかもすごい柔らかくて、あ、チューだけだったらなんか女の子のトークをいいなって。ぐらい違うんですね、感覚というか。かみちゃんはどうなんですか、したことは。私一回もないんですよ。だからそうなんですね。ちょっとなんかどういう感じなのかなっていうのは思いますけど、興味は。ぜひぜひ。そんな違うもんなんですね、男子女子では。ですね。はい、そんな第2位でしたが、続きまして栄えある第1位の発表をお願いします。次は、くるきれいの素人が我慢できたら生なしセリ。
なんか拍手していいのかなって。この拍手は何なのか自分では分かんないですよ。分かんないけど感情的にはちょっとタイトルにまず私理解できなかったんですけど、素人さんが来る、うん、そうです、なんか素人さんをナンパしてなんかこう来てもらって、うん、私が手とか口を使ってこう10分以内に、うん、写真することができたら、うんいいんですけど、私の勝ちなんですけど、うんうん、もしできなかったらその素人さんが私にそう、うん、我慢したい、我慢した分だけね、ご褒美、ね、僕にはその話来なかったですもんね。来てなかったですね。いやすごい話だな。そうなんです、そういう作品だったんですけど、うん、結構なんか私失敗というかちょっとできなくて、うん、結構タイヤタッというかすごい話を僕今聞いてる気がするんですよね。ストリートファイトみたいなね。え、この作品はどの辺が先輩に見てほしくない？もうね、そんなちょっと女優さんになってで、そんな不甲斐ないね、不甲斐なくない。そんなことないですよ。作品は作品ですから、そんなね、恥ずかしいですね、純粋にね、うん、恥ずかしいと思って。そこにもし先輩がいたらどうします？先輩来たらね、先輩がいて声かけますもんね。ねえ、行かせない。どっちにしてた？ちょっと思い出したいかな、あの時を。あ、ってことはやっぱ行かせずに対面で締めたい。ちょっとそうですね。あ、なるほど。の対面そうだね、家具屋さんにベンチ買い行ってね。公園行こう、公園。いやすげえなー。ということですね、以上、はい、先輩には見せたくないベスト3でした。ありがとうございました。古木レイさんに来ていただきましたが、はい、今回もね、また可愛らしいエピソードがね、いやー可愛らしいですけど、悪い悪魔でしたよ。本当にね、先輩に恥ずかしくて見せれないランキング。その先輩的、これがエロいんですよ。そうだね、確かに。あの、私一個すごい共感というか、うんうん、あのレズ作品出られて、はい、ランキングの中に、はい、で女子とのキスはすごく唇が柔らかくて気持ちよかったって聞いたんですよ、うん、それを聞いて、あ、私まだ経験がないんで、うん、あ、そんなに男女の差があるんだなと思って、その感覚。なるほどね。そう、だからちょっと興味持ちました。なんかすごい可愛らしいじゃない、女の子の唇の方が可愛いって。でもその後に一番が出てくるからね。あ、なんとか言えない。そうだった。またお待ちしてます。